もうやっちゃってます。これ入ってます。今がツイッターで始まりましたよっていうのを、10時から始まりましたっていうのを送ろうかなと思ってます。ハブちゃんだ。これどっちか消さ、あ、そうか、こっちを消さなくちゃいけないんだ。あー、そうですね。すみなみくるみですね。あーさん、おはようございます。あー、ありがとうございます。ごめんなさい、奥の奥に入れちゃってるので。すみません、朝見たのです。すみません、ごめん、お店の方出せないの。すみません、すみなみくるみで入っちゃうとダメなんだ。あー、そっか、残念。はい、送ってます。なんかいい感じの高橋さんのブログ、
Thank you.
大丈夫かな、はい、大丈夫です。たまには広くして全体入れてやろうか。はい、これライトをね上につけるとねパッと広がるから。もしあれだったらぜひカメラをなんかすごい綺麗に分けてきてくれてるとこもあるんで。はい、動かせますかね、笹井さん、ちょっとそのカメラ。ちょっとトイレに行ったりしてみます。この電源一瞬外しちゃっても大丈夫ですよね、これね。今抜いてもいいですか。外して、これとこれで。いけます。ダメだ。あれ動かしたら、いけてませんでした。いけてます。はい。大丈夫です。来てます。どこですか。分けてるっていうのは。ああ。その辺かもしれない。あとその辺もちょっと撮ってみましょう。よっ。おお、すごい。すごい。あれ大丈夫ですか。おお、すごい綺麗。すごく綺麗に仕分けされてます。じゃあちょっと高橋さんと、あれ中村さんとかね、大丈夫ですか。いっぱいですね。ちょっと聞いてみましょうか。すいません、お忙しいところ。皆さんどちらからですか。今ちょっと中継させてもらってます。桃煮の皆さんたちです。ちょっとぐるっと回ってで戻りましょう。大変ですもんね。外しますか。はい、外せます。すいません笹井さん。じゃあこれはちょっとそこに置かせてもらって、よいしょ。マイクシールがないのかな。あるけど、それが刺さないですね、多分マイク自体が。おお、あ、このアングル結構いいですね。すごいたくさんの方がいっぱい来てくれてます。素晴らしい。はるくん、テレビに出る。あの方を映してください。メインでやってくださってる中村さんです。あ、大丈夫ですよ、どんどん映ってください。じゃあちょっと一周して戻りますか。高橋さんも通った。あ、靴がいっぱい。すごい。
昨日洗いました。あ、本当よく乾きましたね。あ、本当すごいねえ。あ、なんか大変、ちょっと戻りましょう。大丈夫ですか、そこ気をつけてくださいね。すごーい、すごいたくさん。あ、かわいい、かわいい帽子まで。結構肉体作業です。あ、そっか、三脚を持ってこなくちゃですね。よいしょ。あ、じゃあ持ってきます。私ちょっと持ってきます。
Thank you.
あ、でも全然 見られてないし、うん、そうです、終わってからでも、うん、終わってからでもいいじゃないですか。
えばこれを杉並テレビ の, あのユーストからリツイートでも何でもいいんですけど、あ、これで、これ今杉並テレビですよ。あ、これで、はい、あ、だから今の RT するかリツイートするか、なんかアキコ TK のしてもらってもいいですか。これ、これどうすればいいんだっけ。アカウント増やせばいいんですよね。忘れちゃった。あ、いえ、今のとか杉並 TV で RT でアキコ TK やっとマークつけてコピーすればいいのか。これを丸ごとコピーして、はい、持ってきて、そこから RT で発言してくれればいいと思う。これで、これを RT にして、これだ。でもあれですよね、ユーストの画面からやらないと意味ないんですよ。ないない。ああ、そこそこそこ。ごめんなさい。ダメだ。これで、これをこっちからいったらいいんですね。こういうこと？それでも、あ、これはもうはみ出しちゃってる、はみ出しちゃってるから。で、上がいない。あ、じゃあこれ私が直せばいい。はい、ありがとうございます。できるかな？人なんわかんない。結構使い勝手が違うんですよ、Mac と。あ、ダメだ。ダメだ。やりますか？やっぱりダメ。これを文字数揃え、ごめん、ここも変になっちゃった。前の方とかいらなかったり、適当にお願いします。はい、はい、はい。今腰痛に危ないとこでした。そう、出して、新品はこういうのも出したの、出しても出した方が絶対ゴミになるね。新品は新品で、あそこで出しても、うん、出すのもこれも新品なんだよ。これ何？新品ってことにしとけ。
ごめんなさい。今日はお持ちですか？持ってますよ。これ多分同じだったらこの子につなげました。これをかませれば、あ、かませればね、うん、高橋さんのでやってるんですけど、だから多分高橋さんのかませればウィンドウズにつながるはずですよね。そうなの、あれを買わなきゃいけないんですよ。でも高橋さん
丈夫じゃないですか。あと、なんだっけ、笹井さんも持ってらっしゃるって。あ、でもあれだもん、その中継用だったら前のやつを使えばどっちみちこれ4対3だから。あ、でもこれ16対9にもなりますよ。でも受け手側がほとんどがこれで受けるとき4対3で受けてる。あ、え、受け手はでも16対9ですね。あ、多分ね、4対3の方がいいっていうふうに言われてた。あ、そうなんですか。通信待機のときに考えてたのかな。あ、一品来た方がいいかな。今何分だ。1時間ぐらいで一品来といた方がいいかな。1時間以上経つんですよ。1時間半いいんじゃないですか、そのまま。いや、後から使うときにも。ブロードキャストどっちから切るんだっけレコード切ってブロードキャストですよね